皆様こんにちは大ニュースですアメリカの多くの都市特に民主党が支配する都市で大規模なロックダウン都市封鎖が再び行われている中多くの政治家が自分が定めた自粛ルールに違反したことで批判を集めています。カリフォルニア州知事ギャビン・ニューサム氏の場合ニューサム知事民主党は11月6日 カリフォルニア州ヨントビルにあるミシュラン三つ星レストランフレンチランドリーでのディナーパーティーに出席したフォックス11が公開した写真によるとパーティーにはおよそ12人が近距離6フィート以内に座っており一人もマスクをつけていなかったニューサム知事はこの1か月前同居者以外の人と接する時はマスクをし 食事中でもできるだけマスクをつけるよう呼びかけていたパーティーにはカリフォルニア州医師会の会長と上級副社長も同席していた同医師会は数万人の医師が加盟しており最近もソーシャルメディアの投稿で人々に安全のため家から出ないように呼びかけていた ニューサム知事はディナーに参加したことを謝罪した悪い間違いを犯した家に帰るべきだったと彼は話したカリフォルニア州では現在ほとんどの軍で夜午後10時から朝午前5時まで夜間外出禁止令が出ておりレストラン店内での飲食などが再び禁止されているビジネスオーナーたちからは批判の声が上がっている サンタモニカにある美容店の店主ラリッサ・ラブさんは「政治家は私たちにはこうしろああしろと言っておいて自分たちは外でマスクなしで食事をしている」と語った。サンフランシスコ市長ロンドン・ブリード氏の場合ニューサム知事がディナーに行った翌日サンフランシスコのブリード市長民主党も同じ三つ星レストランで 食事をしていた友人の60歳の誕生日を祝うこの食事には8人が参加しニューサム知事と同じようなプライベートルームで行われたこのルームは3面に壁があり残りの一面にはガラスの扉がついていて開いている時もあるというニューサム知事と同様この食事は違法ではないがブリード市長が公に呼びかけている自粛の勧めに 反するものだったこの食事の3日後ブリード市長はサンフランシスコで全てのレストラン店内での飲食を禁止した。サンノゼ市長サンノゼ市のリカルド市長民主党は11月。 サンクスギビング感謝祭の集まりに行かないよう市民に強く求めていたにもかかわらず自分はサンクスギビングのディナーに参加したことを謝罪したディナーは5世帯から8人が参加しており州の規定に違反していた州の規定では集まりを3世帯以下に定めていた州規定に違反してサンクスギビングのディナーに行ったことを謝罪する 彼は声明で述べたカリフォルニア州のメリッサ・メレンデス上院議員共和党は「この州の政治家たちは市民たちにパーティーに行かないようレストランでの食事は危険だ」と言っているが彼らも一般市民と同じであることを行動で示すべきだと述べた。ロサンゼルス軍のスーパーバイザーシーラ・クエール氏の場合。 クエール氏民主党は11月レストランの屋外での飲食を禁止する措置に決定的な賛成票を投じたわずか数時間後レストランの屋外で食事を取った。彼女の広報担当者は FOX11 に対して「クエール氏が食事をしたのは食事が許される最後の日だった。彼女はレストランの収入が減少していることを悲しく思っている」。 語ったクエール氏は最近の軍の管理委員会の会議で「屋外での飲食は最も危険な状況だこれは深刻な衛生の緊急事態で真面目に対処する必要があるマスクをつけていない客が店のスタッフを危険にさらしている」と述べているこの飲食禁止措置に反対票を投じたスーパーバイザージャニス・ハン氏は FOX11 に対して「 私たち政治家が市民の信頼を得られないとこのウイルスとの戦いに負けてしまう。感染拡大から9ヶ月経った今私たちは市民の信頼を失い始めている。と語った。アメリカ下院議長ナンシー・ペロシ氏の場合ペロシ議員民主党カリフォルニア州は8月自分の選挙区であるサンフランシスコのヘアサロンを訪れた。 サンフランシスコのヘアサロンは3月から全て営業停止を余儀なくされている中ペロシ議員は「シャンプー」と「ブロードライ」のサービスを受けた「FOX ニュース」が入手した防犯カメラの映像にはペロシ議員が午後3時ごろマスクを着けずに濡れた髪でサロンの中を歩いている様子が映っている6月下旬ペロシ議員は全国でマスク着用の義務化を呼びかけていた サロンのオーナー、ナエリカ・キヨウスさんはサロンのスペースを独立したスタイリストたちに貸し出している。エリカさんはショックを受けている私の仕事が奪われ誰もヘアサロンに行くことができなくなっているが彼女はヘアサロンでサービスを受けられるなんてと話した。ペロシ議員は後日の記者会見で 一人ずつなら店内に入れると言われたヘアサロンに騙されたこのサロンは私に謝るべきだと述べたオーナーのエリカさんは予約とサービスを担当したのは店のスペースを借りている独立したスタイリストで私は全く関わっていないと否定しているオースティン市長スティーブ・アドラー氏の場合 テキサス州オースティン市のアドラー市長民主党は11月9日フェイスブックに動画を投稿し家を出ないよう市民に呼びかけたできるだけ家にいよう今はリラックスする時ではないと彼は動画で話したしかし地元紙オースティン・アメリカン・ステーツマンの報道によるとアドラー市長はメキシコのリゾートを カボサン・ルーカスのバカンス中でこの動画を撮っていた彼はほか8人と一緒にプライベートジェットでカボサン・ルーカスへ行っていたアドラ市長はこれを認め旅行を降下している法律には違反していないが悪い模範になってしまったことを謝罪すると述べたテキサスのウィリアムソン軍の判事ビル・グラベル氏の場合 テキサススコアカードの報道によるとグラベル判事共和党は「市民が集まることを禁止していたにもかかわらず4月に孫の誕生日パーティーに参加しているところを撮影され訴訟の末に罰金1,000ドルの支払いを命じられた」。「パーティーに参加した4月7日は同判事が軍全体での外出禁止令を4月30日まで更新する」 決めた日だったニュースは以上ですここでお知らせです YouTube はアメリカ大統領選の不正疑惑についての動画を削除する可能性があるようです私たちの動画も対象になる可能性がありますそのため視聴者の皆様は YouTube 以外でもエポックタイムズからの情報をいつでも見られるように 必ず大紀元エポックタイムズのウェブサイト epochtimes.jp で無料会員登録をしておいてください動画の概要欄にもリンクがありますのでクリックすると登録画面が開きます無料会員登録をすると全ての記事をご覧いただけますぜひご利用ください私たちは圧力に屈せず報道を続けます